ここからは気になる話題をピックアップする特集のコーナーです。月に一度お届けしている高校生部活シリーズ、今回紹介するのは部活としてはちょっと珍しいスポーツなんです。はい、県内には津久見工業高校と大分工業、うん、そして今回取材した鶴崎工業、この3校にしかないんですが、なるほど、赤さん分かりますか？私のジェスチャーで皆さん分かるかな？これですよね。分かってるかも。それでは早速ご覧ください。そう、アッコさん当たりです。ボクシング。全然迫力違う。中でも鶴崎工業は今年の県総体で2年連続16回目の優勝を果たし、過去には国体やインターハイでチャンピオンを輩出している名門校なんです。そんな全国で通用する選手を指導しているのが、アマチュアボクシングの元全日本王者で鶴崎工業の OB でもある飯田監督。自身の経験から選手たちに伝えていることとは。人間というのはもともと弱い生き物であって、その弱さの中に自分に打ち勝つためにさまざまな壁を乗り越えていく。テレビのイメージ的にやんちゃとかそういった生徒が多いのかなと思うんですけど、意外に地味な練習、きつい練習が多いので続かない生徒も多いんですよね。その中でやっぱ最後まで頑張った生徒っていうのは、その自分に自信を持てる、そういったものを乗り越えてやっぱ強くなっていくんじゃないかなということを、やっぱボクシング競技を通じて教えていきたいですね。志なくて勝利なし。監督の熱意を受け、選手たちはハードな練習をこなしています。現在部員は30人。選手たちは実際どんな気持ちで取り組んでいるんでしょうか？入る前はちょっとやれば強くなれるとか思ってたんですけど、やっぱやってみたら奥が深くて、きついのはきついんですけど助け合いとかあって楽しいです。体力とかいるんで、走ったりするんで、それプラスボディで倒されたりとかしたりしたらとてもきついんですけど、その頑張った分だけ実力とか結果に出ると思うんで、そこが魅力だと思います。軽い気持ちで入ったんですけど、この部活続けて、でもやり合いがあるんで充実します。ボクシングへの情熱を語ってくれた選手たち。でもやっぱり男子でもきついというボクシングの練習。そんな中、男子に混じって練習をしている女子部員の姿を発見しました。自分を追い込みたいとなんか思って先生に誘われたので入りました。ちょっと練習きつかったけど、やっぱり自分でやるために上手くなったり考えたりするときに、ああできるようになったなとか工夫したりするとこが楽しいです。男子と一緒なんですけど気合いみたいな。多分ついていけてると思います。姫野選手の他にも現在鶴高ボクシング部には5人の女子部員が在籍。その全員が男子と同じ練習メニューをこなしています。体力とかも男子と全く違うじゃないですか。その中で一生懸命ついてきているっていうのはすごいと思いますし、気を使う部分もありますけど、どんどん打ってきてって言われるんで考えながらしっかり打って、特に女子とかイメージなく部員同士できてるんでいいと思います。男子も女子も同じ環境で部活に励む鶴高ボクシング部。チームをまとめるキャプテンに今後の目標を聞きました。練習が終わった後とかの達成感だったり、相手に勝つための研究心だったり、そういう努力とかが楽しいです。これからしっかり一人一人努力して跳ね上がって、団体優勝して全国でも通用するように頑張っていきたいと思います。新人戦団体優勝目指して頑張るぞ。うわー、ボクシング競技って相手を倒す、はい、敵を倒すイメージだったんですけど、己に打ち勝つっていう気持ちで皆さんやってるんですね。そうなんですよ。もう取材中も、もう皆さんも汗びっしょりで、その中でもやっぱり自分に打ち勝っていく練習にどんどん励んでいきました。精神力が鍛われそうですね、皆さん。そうなんですよ。そして女子部員の、ね、うん、女の子もいましたけれども、はい、やっぱり減量がなかなかきついというか、そうなんです。甘いものも食べたいお年頃ですもんね、はい、そうなんです。でこういったね、皆さんの頑張り、こう練習を見ていたら私もちょっと、はい、このコーナー恒例の恒例の、はい、今回も体験させてもらいました。
監督と部員の皆さんにご協力いただき、はい、なんか全然まずは稽古から雰囲気がさっきの VTR と全然違うよすいません、そうな同じスポーツですリングに入る様子も初めてのリングイン、失礼します。あ、でも様になってきた、はい、体験はミット打ちです。ちょっと1分間ということなので、頑張っていきたいと思います。難しいですか、ミット打ち、はい、お願いします。まあ、簡単ですよ、メニューとしては。ワン、ワン、ツー、ワン、ツー、あ、そこ、動かないといけないね。ワン、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 犬みたいな。あれ、ワン、ツー、自分で行くの、あれ。改めて見ると、これはちょっと…あー、やばい、やばい。ありがとうございました。あ、なんか楽しい。甘いですか。この続いてサンドバッグ打ちたいと思います。楽しいって言っちゃった。はい、集合しろ。今から追い込むからお前ら追い込めよ。甘々ですね。ダメですか、さっきの。ダメです。まずは、はい、そのみたいにちょっと打ってもらおう、いましょう。はい、はい、早い。早い。怖い。はい。はい。ゴール。まだまだまだ。まだまだまだ。もう筋肉が動かなくなってきた。まだまだまだ。動かない。改めて尊敬します。皆さんすごいですね。ありがとうございます。みんな優しい。はい、もうね、本当に鶴崎工業高校ボクシング部の皆さんありがとうございました。自分でやってみてね、はい、選手の皆さんの凄さが改めて分かりましたね。すごいですね、皆さん1分間で本当にもう筋肉が動かなくなってきて、もう私はヘロヘロだったんですけれども、それをね、それを皆さん毎日2時間。次の試合に向けてね、準備も整ってる頃じゃないでしょうか。はい、新人戦は10月31日日曜土曜日から11月2日の月曜日まで3日間開催されます。皆さん怪我のないようにぜひ練習の成果出し切ってくださいね。応援しています。